はい、こちらスバル WRX-STI の、ファイナルエディション EJ20 ファイナルエディションというやつですね、まあ、その名の通り EJ20 という、まあ、モータースポーツとかでずっと使われていたこの STI のね WRX の、まあ名機と言われるパワーユニットがいよいよ生産終了になるということで、まあ、最後のエディションとして登場しました。EJ20 ユニットを、まあバランス取りして、ね、精緻に組み上げた、まあ、そのエンジンを積んでいて、あとは19インチの BBS、まあ、このブルーにこの BBS の、ね、ゴールドのホイールだと、まあ、あの往年のラリーカーをホーストさせるわけですが、あとは、ね、グリルの、まあ、STI のピンクのラインだったり、まあ、そういう、ね、専用のシートだったり、まあ、そういう細かい装備がついてて、485万1000円かななんですけども、限定台数はまさにそのラリーカーを、ね、思い出させる、555台になってます。で、どっちにしてもこの EJ20 搭載車は、今年限り2019年いっぱいの受注で、まあ受注が、ね、まあ、終了となるんですよね。ちなみにこの、まあ、EJ25 という、ね、2.5 リッターターボもあってアメリカ仕様なんかそっちが乗ってます。実は、ね、それが乗った STI コンプリートのS209 がアメリカでは売ってるんですよね、まあ、それ700万円とかするような高い車なんですけど、日本のファンのためにもね、最後 S209 相当のがっちり作り込んだものがあってもよかったかなと思いつつ、まあ、これもね間違いなく、歴史に名を残す車というかね、それの最後の1台なんで、興味ある人はぜひ、まあ、多分後悔はしないでしょうね。